セイオシン、セイオシンはカリフォルニア州のニューポートビーチにて結成されたロックバンドである。セイオシンはアズホープディエスというバンドのギタリストであったジャスティン、シェコースキーとボーバーチェルの2名によって結成された。結成当初、彼らはバンド名をザ・ギフツとする予定であったが、すでに同名のバンドが存在していたために断念した。 彼らはミティのドラムを使用してデモを制作しており、このデモの最初に収録されていた U. でーエンジェルという曲ではボーバーチェルがボーカルを取っている。この曲はアンソニー・グーンが加わる以前はザ・ギーフツとされていて U. でーエンジェルになったのは彼が加入して正式に曲が完成してからである。この時から彼らは正式なシンガーを探しており、 デイズアウェイというバンドに所属していた、キース・グッド・ウィンにその旨を伝えた。そこで彼は、アンソニー・グリーンを紹介する。早速彼らは2つのインストゥルメンタル曲を彼に送り、彼はそれらにボーカルを録音した。この2曲は、トラ・レイティング・ザ・ネーム EP に収録された、セブン・イヤーズとトラ・レイティング・ザ・ネームである。そして確かな手応えを感じた2人は、 アンソニー・グリーンをフィラデルフィアから呼び寄せ、4日間で EP のボーカルを録音した。2003年6月17日にリリースしたトラレイティングザネーム EP はネットを通じて話題になり、即座に人気に火がついた。この余波からバンドは一度もライブを行っていないにも、かかわらず多数のコード会社からのオファーを受ける。しかし、シンガーである。 アンソニー・グリーンは EP をリリースした後にバンドを脱退してしまう。この時のアンソニー・グリーンはとても強いホームシックにかかっており家族が恋しいと漏らすようになっていた。彼は自分が脱退することでバンドにシンガーがいなくなるという厳しい状況に追い込んでしまうことを申し訳なく感じていたがこれ以上ここにいたらおかしくなってしまいそうなんだと言って脱退した。そこでバンドは 全国的なオーディションを開催する。オーバーチェルはこのオーディションにおける面接時にこう言った。俺たちが最も重要視しているのは、麻薬をやらない、しっかりとライブで歌える。そしてルックスも良くて、一緒に楽しくやっていけるやつだ。でもユーモアのセンスはそんなになくていい。そこは、俺たちに任せておけ。そしてオーディションによって絞られた数人のシンガーのデモを聞いた結果、以前に、 モーマーインザミドルとスタンプアウトデトロイトという二つのバンドでブーカルを務めていたコーフリバーがバンドの新たなリードシンガーとして決定した。コーフリバーが西洋新に送ったデモにはアコースティックバージョンの儲けエスラスとクリスマス。このトラックはネット上に流出しているが収録されており、その他にはセブンイヤーズとサードメジャメントインシーが収録されていたと思われる。ボーバーチェルは 初めてこのデモを聞いた時にアンソニー・グリーンが自分たちをバカにするために送ったと勘違いしたほどその声はアンソニー・グリーンと告示していた。実はこの時彼らはクリードのボーカルのような渋くて低い声をしたシンガーではなくアンソニー・グリーンのような高音域で歌えるシンガーを必要としていた。なぜならボー・バーチェルは以前に人気ロックバンドのミドタウンと ファーザー・シームズ・ファー・イバーの両ボーカルをそれぞれスタジオに、呼び、プロトゥールズによって、アンソニー・グリーンのボーカルのみを消して、トラ・レイティング・ザ・ネーム・ E.P. に収録されている曲を二人に歌わせてたところ、スプイノル・タップ、イギリスの古いヘビメタルバンドの楽曲のようにしか聞こえず、結果的にこのバンドのサウンドには向いていないという判断を下していたからである。ベーシストであるザック・ケネディも、 個人的な問題や本人の考え方から早くにバンドを離れた。彼は、イオシンを脱退してからアシュリー・シンプソンのバックバンドでベースを弾いていたが、2005年にそのバンドからも離れている。イオシン内の後任はクリス・ソーレンソンが務めた。ドラマーのパッド・マグラースは、トラレイティング・ザ・ネーム・ EP をレコーディングする際のメンバーである。バンドは以前から、 現ドラマーのアレックス・ロドリゲスを加入させようと必死に言っていたが、その時彼はオープンハンドというバンドのメンバーでツアーをしていたため、スタジオドラマーであったパッド・マグラースが迎え入れられた。某バーチェル曰く、トラレイティング・ザ・ネームの3、4は彼のおかげで成り立っているとのこと。以下はべて某、バーチェルの発言。アレックスしかいないと思っていたけど、そんなことはなかったね。一度彼に、 誰にもできないようなプレーをしてみてくれよって頼んで見たんだ。そしたら彼がとてつもないプレーをいきなり始めたんだ。俺たち全員ちぶっちまったね。しかも恐ろしくすごいフレーズを叩いておきながら何事もなかったかのような顔をしてんだよ。とにかくぶった曲げたな。ボーバーチェルはパッとマグラースにオープンハンドの CD 音源を手渡し、このドラマーのようなドラミングが バンドの理想であることを伝え、また、このように叩くことが可能かと尋ねた。結果的に、パッド・マグラースが、バンドのメンバーとして加わったライブは一度も行われなかったが、パッドとは、互いに楽しみながらレコーディング中の期間を過ごせたという。2005年、バンドは全米ツアーを観光し、ワープドツアーにも参加する。またこの期間中にベリー・ユアヘッドのビデオが撮影され、 ヒューズ、アメリカのケーブルテレビで公開された。そしてバンドは、キャピトルレコードと契約し、2006年9月26日に、自身の名を冠した、ファーストアルバム、サオシンでデビューを飾る。この作品は1週間で3万5000枚を売り上げ、全米アルバムチャートにて、初登場22位を記録した。ちなみに、スティーブン・ S ・アンタイタルド・ロック・ショーという番組で、司会者が、 8万枚を売り上げたと紹介しているが、これは間違いで、ジャスティンがその場で訂正している。この作品には、同じジャンルに属する他アーティストとは違った方向性にものにするというバンドの意向が含まれていたようで、彼らがインディーズ時代に設立したデス・ドゥ・アスパートというレーベルからリリースした最初の EP や、いわゆるポストハードコアの他バンドと比べると、少しソフトな作品に仕上げられた。 2006年には全米でも屈指のロックフェスティバルテイスト・オブ・カオス・06に参加しブレディング・スルーやセンセス・フェイルといったバンドと共に全米をツアーも行っている。また2007年には全米でザ・ユーズドをヘッドライナーに据えて開催されたテイスト・オブ・カオス・07にも参加しており30ンズツ2、マースやアイデンといった人気バンドとの共演も果たしている。 そして5月の初頭にはオーストラリアへ向かい、ブリスベン、シドニー、メルボルン、アディレード、パースといった主要都市にて、エースタティックララバイや地元のバンドをサポートに迎えたライブを追っている。同年夏には、リンキンパークをヘッドライナーとしたプロジェクトレボリューションに参加している。また彼らのウェブサイトに掲載されたインタビューで、クリスとコーフの二人がツアー中に 次のアルバムに向けた曲を書き始めたよと発言している。2008年10月にはツアー販売とインターネットサイト、hurley.com 限定で5曲入りミニアルバム、ザ・グレイをリリースした。これには当時の新曲3曲と、既発曲のアコースティックバージョンが収められているが、この新曲はいずれも後に販売されるセカンドアルバム、i n s e r t of solid ground に 再レコーディングされたもの収録されている。また2009年になって、ようやく iTunes での販売も解禁となっており、現在はそちらで入手できるようになっている。2009年9月8日には、プロデューサーに、ブッチ・ウォーカー、アベリル・ラビン、ピンク等を迎えた、ニューアルバム、i n s e r オブ・ of Solid Ground リリースされ、全米アルバムチャートにて初登場19位を記録している。 2010年6月には、ストーリー・オブ・ザ・イヤーのオーストラリア公演のサポートアクトを行う。またその後、自身の所属するバージンレコードからの離脱を決意。直後に、ボーカルのコーフ・リバーがバンドから脱退した。2014年5月17日、スケートサーフフェスティバルにて、オリジナルメンバーのアンソニーの復帰ツアーを行った。ギタリストのボーは、 アンソニーが10年以上にわたって作り上げてきたバンドセルキャサーバイブの活動を制限するつもりがないことを理由としてフルタイムでツアーをするバンドに戻ることは間違いなくないと語る。2015年11月にリードギターのジャスティンがザユーズドに加入し同時にサオシンを脱退。ジャスティン本人は疑わしい理由でバンドを追い出されたと語っている。 今後のリードギターはサポートメンバーとしてボビンワルのヒルスグロッソが担当することになった。2016年3月16日、サードアルバムに収録される予定のシングルザ・シルバー・ストリングのミュージックビデオが動画サイトにて公開され、同年5月20日にはオリジナルメンバーのアンソニーの復帰作となるサードアルバムアロング・ザ・シャドウをエピタフレコードからリリース。 聖オシンは多数のデモ音源をリリースしており、その多くはネット上に流出していて、動画サイトなどで視聴可能な状態になっている。名付け親はアンソニー・グリーン。気をつける、慎重にという意味の中国語、シアオシン、シャフシンに由来する。アンソニー・グリーンによると、聖オーシャンと発音してメンバーに説明したが、 彼らはそれを、聖王神と発音するようになったとのことである。全米最大のパンク情報サイト、absolutepunk.net のインタビューにおいて、ベーシストのクリス・ソーレンソンは、聖王神の意味を、危険を伴う愛や、慎重になれといったものだとも明かしている。以下は、アンソニー・グリーンの発言。サオそれは、俺が考えた名前さ。 サオシンって言葉の意味、それは永遠なんてものはないんだから、今あるものをしっかり見つめろってことさ。愛情を注いだりしたものも、結局いつかは消え去ってしまうんだ。ギターの種類オプションギターの種類オプション過去に、シェクター006イリッツとギブソン SG、スタンダーズとシーモア・ダンカンホットレイルズを積んだ、フエンダー・テラカスターズを使用。 ベースの種類オプション、ドラムの種類、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。